笠原翔太郎は、新潟県新津市出身のプロ野球選手。左投げ左打。中日ドラゴンズ所属。名前の、サチは、正確には示せへんを崩さずに、サチと書く。小学校2年生の時に、姉から、キャッチボールに誘われたことをきっかけに、野球に興味を持ち、地元の少年スポーツクラブに加入し、中学では、南式野球部に所属した。 ラグビー選手の稲垣啓太は、同じ中学の先輩にあたる。県立新津高校に進学すると、2年生の春から、エース番号を与えられ、夏の大会は2年次に、県予選1回戦の提京長岡戦で敗退。3年次も、県予選で2回戦の新潟秋の里戦で敗退。理学療法士を目指して、地元の新潟医療福祉大学を志望したが、3年次に、負けた。 新潟秋典野球部監督の佐藤和也が新潟医療福祉大学に新設される野球部の監督に就任するという噂を聞き佐藤を主体志望学科も健康スポーツ学科に変更し一般受験で進学して大学でも野球を続ける当初はプロ野球は念頭になかったが休息は2年冬頃から一気に増し3年時の秋にはチームは 赤郷新学生リーグの一部に昇格した。同年の秋リーグでリーグ新記録の73奪三振を記録する。4年時の春のリーグでは、同大は2位で、笠原個人は6勝、防御率0.72二、奪三振64と、すべてでリーグ最高を記録。球速は時速1 4 7キロメートルナンバーワンサワンと評された。プロ入り意識して、体重も、 入学時の7 4ラムから8 5ラムに増量、4年時には大学日本代表選考会のメンバー50人にも選出されるが選考で落選した。2016年10月のドラフト会議で中日から4位、指名され、同年11月21日に契約金4000万円、年俸800万円で合意し、入団した。新潟県の大学から、 社会人野球などを経ずに NPB 入りしたのは笠原が初めてであった。2017年6月30日、公式戦で中継ぎとして初登板。以後8月末まで26回に3を投げ、防御率4.86ながら17奪三振。9月からは、先発に回って9月1日に4回に失点。9月8日に5回、1失点。 3回目の登板となった9月18日は8回を投げて、アンダに、無失点に抑えて初勝利。10月3日、自身最終戦となった試合では、被安さ3、初完投したが、味方の援護がなく負け投手となった。同年、先発に転向後は、計5試合で32回1勝2敗、防御率2.25だった。2018年は開幕ローテーション入りし、 4月25日の読売ジャイアンツ戦で1アウトも取れずに6失点。5月13日の巨人戦で1回に3を5失点で降板して翌日に軍降格した。6月15日、昇格後の埼玉西武ライオンズ戦で7回にアンダム失点と復調し、9月7日の広島東洋カープ戦では初完封を飾った。6月以降に限れば、 13試合で83回1、3を投げ6勝2敗、防御率2.70だった。2019年は初の開幕投手になった。しかし4月27日の大半身の試合で不整脈の症状が出たため先発登板を回避した。精密検査を受けるため4月28日に登録抹消された。5月11日に 発作性上質性頻迫であったことが発表された。6月19日にウエスタンリーグ公式戦の広島戦で実戦復帰し2回3安打1失点という結果を残した。7月20日対横浜 DNA ベイスターズ戦で一軍復帰した。不正脈の影響でシーズン通してわずか8試合の出場に止まった。オーバースローから 最速時速1 4 7キロメートルのストレートとカットボール、チェンジアップ、カーブを投げる。2018年1月5日に高校1年時の同級生で保育士の一般女性と入籍した。家庭では新潟の言葉で通しており、チームメイトの小笠原慎之介からも優しいし方言も使うので面白い人、笠原さんはその優しさが マウンドで出ないと評されている。ありがとうございます。